の動画はみんなでエディトリアルを振り返る動画。おお、エモい。振り返り。エモい。総集編。総集編。アッサバンドへようこそ、レンです。はい、インフルエンザのワクチンが痛い、カイトです。こんにちは。ワクチン好きだね。ワクチン好きだな。好きで打ってない。言ってない。いやもうワクチンの話出すともうセンシティブなとか YouTube さんに書かれるからね。あ、そうなの。そう。なんか出てくる。出てくる。ちょっと怪しいなこれ。この話の内容怪しいわ。じゃあまあ本編行こうか。はい、そうだね。本編、今回の本編は、今回は、うん、エディトリアル。エディトリアル振り返ろう動画。振り返ろう、なんどうしたの。でもアルバムごと分析してみようかなと思って。へえ、ほうほうほう、うん、新しいね。何すんの。ちなみにもういいかな、本編って。それは中でいいじゃん。確かに。あ、俺がやんないと始まんないわけね。そうそうそう。OK、 分かった。はい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムエディトリアルのアルバム分析動画、早速レッツゴー。俺らその一曲一曲分析してて、ちょっと忘れてることが一個あるなと思って、うん、おダメ出しです。アルバム、そう、全体を通して聞いた時に一つ思うことがあるわけですよ、俺らが見落としてるポイント。そうだ、もうほんとふざけんなって感情が入ってるもん。ふざけんなって本当に。なんだろう、もう藤原さんキレてた。見てくれてた。見てほしい。それならキレてくれてた。全然キレてほしい。ありがとうございます。何それが。エディトリアルの、うん、多分テーマにもなってると思うんだけど、うん、すごいバラエティーに富んでるアルバムなんですよ。あ、ジャンルが。そう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 、はあはあ、ジャズとかロックとか、そうそうそう、そういうこともあり、深掘りしていくともっといろんな要素があるんだけど、うんうん、改めて言われるとそうじゃない。確かにバラエティーとは言ってないね、うん、俺らあんまり。いや普通ってさ、例えば、まあ、ロックバンドだったらロックの曲しか作んないし、普通はね、うんうん、基本的にはロックの曲しか作んないし、ラッパーヒップホップしか歌わないし、うんうん、メタルなんてメタルしか演奏しないでしょ普通は、うん、確かにそうだね。でそういう枠にとらわれてないこのアルバムの凄さ。まあ確かに、だってユニバースの次にクライベイビーだし。そうそう、確かに。そっか、そういうとこ、そういうとこ。いや俺らはどっちかというとその普通の聴き方はしてないからさ、分析としてさ、そうそう、なんかその一曲一曲にひたすらとらわれすぎてたよね俺らは。確かに全体として聴いた時に、うん、こんなアルバム作ってるバンドって他にいなくない。もうそうだね、まあ、だからこんな分析できてるわけだ。そう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 、そういう内容が入ってるわけなんです。それが一個すごいなって思って、そこを詳しく見ていくと、うん、とにかくメンバー全員の音楽的教養が高い、うん、ああ、センスとか、そう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 、理論とかいろんなジャンルで入ってきてるし、そうそうっていうのもあるんだ。だって誰か一人がその音楽的教養が高くても、うん、バンド全体でついていけないわけじゃん。そうね、アンサンブルとしてはちょっと難しいかもしれない。バンド全体の曲として、うん、あんだけのバラエティに富んでる、こんだけバラエティに富んでるアルバムを完成させてるって、うん、みんながそれをできるってことなんですよ、うん、確かにそうだね。そうそうそう。で具体例を挙げていくと、うん、緑の雨よけと、うん、ペンディングマシン、うん、これ結構俺対極な曲だと思ってて、うん、緑の雨よけって結構そのオールドチックというかクラシックなスタイルの楽器で全部編成されてると思うんですけど、ジブリスタイル、そうそうそう、ジブリアナログジブリスタイル、そう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 、うん、そういう音で構成されてると思うんだけど、うん、ペンディングマシンって真逆じゃない、ほぼ全部電子音みたいな。だいぶ真逆だね。その振り幅とか、うん、まだまだあって、俺が一番好きなさ、パラボラとかさ、うん、結構伝統的な J-POP じゃないですか、うんうん、に比べて、そうそうそう、新しい J-POP って言われてるクライベイビーとか、はい、あー確かにね、この振り幅なんですよ。粋になるところがいっぱいあるんだ。いっぱいある。で歌詞とかも、うん、なんか死をテーマにしたさ、細胞死だったけどアポトーシスとか、あー確かに、ドラえもんを彷彿とさせるように遊び心が入ってるユニバースとか、うんうん、もう本当になんか極端というか、うん、テーマがすごい、ね、そうそう、極端というか、うん、そのアルバムの名前がエディトリアルじゃないですか。エディトリアルっていう言葉の意味を調べたんだけど、うん、これに書いてあるのは、うん、多くの複合語の形で用い、編集の、編集上のっていう意味らしいんだけど、エディターとかの、うん、あーそうかそうかそうか、うん、多くの複合語って、まあ、音楽ってさ、うん、まあ、言語っていう言い方もするじゃないですか、あ、うん、音楽イコール言語、うん、まあ、そういうだからいろんなところの出身の音楽が合わさってるところからも来てんじゃないかなっていう。なるほど。ああ確かにね、選ばないもんね、エディトリアルっていう題名にしよう。しっかり考えられてんじゃない。考えられる、考えられる、うん、なんか
このアルバムを作るときに、うん、とりあえずやりたいことをやろうみたいなテーマで作ってるらしくて、そこの全員の個性が、うん、いい感じに混ざり合って完成してるんだなっていう。確かにそうだね。ユニバースからクライベイビー出したときになんだこの振り幅とか言ってたしね俺も。そう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 、うん、それを全部忘れちゃってたよね。確かに。そう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 、一曲一曲としてなんかアルバムやってるって感じしなかったもんな。一曲一曲のシングルをやってるイメージがあったかも、うん、そう言われると。それだけどれも深い曲だったじゃないですか。うん、うん、だからそこがすごすぎるなと思って改めて。確かにね、忘れてたでしょこれ。忘れてた。ベストアルバムみたいな、なんかシングルがいっぱい入ってるみたいな。そう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 、そか、一応一個のアルバムとしてまとめてきてるはずなもんね。そういえばそう、エディトリアル、まとまりはなんかいい意味でまとまりなすって、うん、まあ、ちょっとそれを忘れてたな。まあついとかコントラストっていう意味ではなんかそういうまとまりもあるかもしれない。確かに確かに、うん、そう、それを狙ってるとしたらやっぱ狙ってできることでもないじゃん、まあ、そうだね、できた上でだろ。そうそうそう、そうなんですよ。どっちが先か分かんないよね。アルバムができてから、うんうんうん、そのエディトリアルって名前つけたのか、うんうん、エディトリアルってつけてからやったのかとかも分かんないから。確かにね、うん、でもだからすごいんですよ結局結論これが成立できるのってやっぱヒゲダン一人一人の個性となんか相まってる感じがちゃんとして、うん、小笹さんで言うとギターあんまり大きくしなくていいっていう人じゃないですか、うんうん、だからそれがこのアルバムに、うん、いい方向で作用してるし、うん、奈良崎さんで言うと、うん、あの人も曲に合わせてさエレキベースだったりシンセベースだったり、うん、サックスにまでいけるような人じゃないですか、うんうん、だからそこの振り幅が、うん、どの曲にもポジションとして合わせられる人だし、うん、確かに松浦さんはもういち早く生ドラムとエレキドラムを融合してどんなスタイリングも対応できるようになってるし、藤原さんで言えばもうどんなジャンルも歌いこなす歌唱力ですよね。そうだね、歌詞も全然違うもんね。そう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 、どうなってるんですか。確かになんかあえてこうリーダーを決めてないっていうのとかもうまいことこう働いてるかもしれない。そう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 、なんか全部がいい方向にまとまって、うん、このアルバムが完成されてるんじゃないかなと思って。確かに個々の強さ感じるね。だいぶ強いよね、うん、こんなんやられたらちょっとたまんないっすねすげえ、なんかのろけ動画みたいな。いやいやいや、俺がのろけだヒゲダンの凄さをのろけ動画。まあ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 、うん、ベストアルバムじゃないけど集大成みたいな、なんか雰囲気は確かに感じるな。感じるよね、めっちゃ感じるね。不思議なアルバムですよね、うん、本当に。確かにそこ見落としてたな。分析分析で一曲一曲ばっか見てたけど、そうやって全体像を見渡すと、そう、結構尖りまくってるアルバムなんじゃないかなって。確かに、っていう動画でした。はいはいはい、ということで今回はオフィシャルヒゲダンディズムエディトリアルのアルバム分析総集編ということで、はい、いかがでしたでしょうか形が変わりすぎて、そう、新しい新しい新しいこのチャンネルでは、はい、こういったヒゲダンに特化した歌分析、楽器分析を毎週アップしてます、はい、ちょっとでも面白いとかためになったって方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そして今回のコメントテーマは、はい、こんなこと聞いちゃうの野暮かもしんないけど、うん、まあ、さっきあげたじゃん、小笹さんだったらギターがどうだろうとか、うん、誰の比率が一番大きいと思うか、あ、ちょっと気になるんで。このアルバムに関して、アルバム、まあまあアルバムじゃなくても、うん、そのこのバラエティに富んだ、うん、このスタイルに適合できる誰のあれが一番大きいのかな。確かに語ってるのって俺が見た感じだと小笹さんと藤原さんがよく語ってるイメージがあるけど、まあ、藤原さんがメインで曲があったって作ってるけど、そうだ、ね、うん、その全体的なそのトータルのアレンジって意味では、うん、一人でやってるわけじゃないだろうし、フィギュアに詳しい人がたくさん見てるこのチャンネルでの、うん、コメントでちょっと聞いてみたいんですけど、そうそう、ちょっと気になるんですよ、うん、確かに調査。わかりやすく言うと、うん、ヒゲダンで影響力を一番持ってると思う音楽的影響力、あなたが思うヒゲダンで一番影響力がある人、はい、うん、っていうのをちょっとコメント欄に書いてくれると僕らもなんか勉強になります。はい、もちろん感想やリクエストもお待ちしております。最後まで見てくれてありがとう。またね。いやでもいい、なんか総集編って感じじゃない、もうエディトリアルの総集編って感じです。そうだ、もうエディトリアルの分析終わりなんだな感まあやってない曲あるんだけどね。そうだよまあ、まあ、やってほしい曲あったらコメント欄に書いてくれれば書いてもらう終われねえじゃんやる